よう、テラちゃん。時刻7時47分です。この時間からのコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。内藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今朝はシックですね。ありがとうございます。ね、黒ですかそれは。茶なん、焦げ茶なんですけども。焦げ茶なんだ。はい、一応ですね、鳥獣戯画が、はい、そうですよね、少し抜いた感じの、おしゃれですね。これ羽織は、羽織は普通の根茎の、サメコモンでちょっとこう、細かいね、細かい模様が入ってる感じなんですけど、模様ですよね、はい、いやー、なんか素敵ですね。確か明日から上野の東博で、鳥獣戯画の展覧会があるとかっていうのを聞いてたんで、そういう話題もちゃんとお召し物に、それを聞いてて、じゃあせっかくだからと思って、実は先週これ着てこようかと思ったんですけど、1週間あら、そう、鳥獣戯画です。何枚お持ちなんですか、内藤さん。どれくらいですか、まあ、10枚とかそんなもんだと思いますけど。そうですか。いやいや、もっと持ちのような感じ。さて、あと、内藤さん、新しい本を出しになるんですね。そうですね、はい、4月20日付でなんですけども、一応ネット書店なんかで予約が始まってはいるんですが、今年が明治4年の3月1日、西暦で1871年の4月20日が日本の郵便創業で、今年が150周年なんですよ。はい。でそれで三巻本で一応切手でたどる郵便創業150年の歴史というシリーズ本を出そうということになりまして、その第一巻で1945年昭和20年の終戦まで の日本の切手の歴史をまとめたビジュアル本という形で1巻目が、来週出ました。はい、出ます。それでその見本が出来上がったので、ちょっと今日お持ちしたという感じですね。ありがとうございます。日本郵趣出版というところ、はい、郵便のように趣味の趣で切手関係の専門の出版社なんですけれども、ぜひともこれ、これを見てるといろいろ分かるんですよね。そうですね、基本的に日本の切手が明治からその現在に至るまでどういうふうに変わってきたかっていうことと、プラス、やっぱり世の中の動きと連動してますんで、そういった話をですね、書いてます。例えばよく表紙にも使ってるんですけど、最初の切手、龍門切手って、龍が書いてあって、でまだ円が導入される前の門の時代なんですよ。へえ。で4種類、48門、100門、200門、500門っていう額面があるんですけど、48っていうのが不思議に思うかもしれないですけど、当時訓禄勘定という、はあはあ、100門っていうのは、門1門線100枚持っていくの大変なんで、刺しっていうことで刺して、バーみたいにしてたんですね。そうするとそれは96枚で100門扱いにするっていう習慣がありまして。そうなんですか。で96っていうのは12の倍数ですんで、3でも4でも割れるんで、結構計算だと十進法が楽なんですけど、単純に割るときだと 2等分3等分ってのがあるんで、やっぱそういう意味で6の倍数っていうのは結構十二進法なんかっていうのはその実際に割るとことを想定した形なので、そうなんですね。それで48問っていうのが実質で50問の、ことなんですけれども、そういったことなんかも当時の事情をその反映してるっていう形ですよね。ことが分かるんですね。今訓禄って言葉聞いてね、私以前、横綱の方ですか。そうです訓禄大関ってよく言いまして、そうですね、横綱大関ですよね。大関本当は10勝ぐらいしなきゃダメなんだけど、なんで訓禄大関だから9勝5敗で、訓禄9勝6敗か、それで15日間ですから、なんてね、そういうのを元々ですから、そうなんですよ、訓禄勘定っていうので、そうなんです、ですからその倍が100問で、シートが 8×5 の 40面なんですけど、実は4000問っていうのが1両なんですよ。そうなんです。いやー、そういうことがあるんだ。はい。さて、新しい情報いくとですね、松山英樹選手が日本男子悲願のメジャー 初制覇に王手をかけています。2打差に、2位に4打差つけて首位で最終ラウンドスタートしてですね、過去84度のマスターズで最終日を首位で迎えた選手の優勝回数は47回、4打以上リードしていた選手が逆転されたケースも4回しかないと、ですからこの、データからしてみてもですね、松山選手に日本男子初のマスターズ制覇期待がかかっています。松山選手にとってマスターズってのはもう小さい頃から憧れた夢舞台なんですね。でアマチュアだった2011年、と言いますから10回マスターズはチャレンジしていて、1回目なのかな、これ一番勝ちたいメジャーと公言してきたということです。悲願の初制覇目前というところ、すごいですね。すごいですね。やっぱりこういうご時世ですから、これ明るいニュースはいいですよね。いいですね、本当に気分がこうスッとするというか、
松山選手はこのコロナ禍であって去年かなマスターズは時期もずれて無観客でやったんですよね。で今年も、記者団なんか少ないわけですよ、だそれが良かったんじゃないかみたいなね、そんなことを言ってますけど、半分冗談なんでしょうけど、でもね、やっぱりこう、最後の最後まで勝負と分かんないですから ね、やっぱりこの昔全英ゴルフでジャン・ヴァンデヴェルデという選手が世紀の大逆転という形で負けたり、つい最近でもPGA でジャスティン・ローズがですね、8打差をひっくり返したとかってありますんで、あるかやっぱり最後の最後、いや本当勝ってほしいんですけど、そうですね、もう最後の最後までちょっと、こういう、そうですね、なんて言いますか、あんまりその不遇な時代がなかったんですから私なんか本当に最後手にするまで安心できないぞという。なるほど。内藤さんもゴルフおやりになるんですか？いや私はほとんどやりません。でもちょっとはやる。いや全くやりません。私と一緒見るだけ。いやそうかそうか、でも見るのもね、結構見ると面白いものですね、あれはね。そうですね、なんとなく見入っちゃいますよ ね、だって自分との戦いでしょあれ、あとプレッシャーもちろんあるし、あとですからやっぱりゴルフの放送なんか見てると、ちっちゃい球をこう見逃さずに、追うカメラマンの方の技量っていうのはすごいなっていっていつも感心して見てるんですが、そうですね、だって肉眼ではねピシャッとその方向を映してますけど、そこにいるんだろうなってね、ボールはだって下手すると天気の様子によっちゃ、テレビの画面見ててもあれ球どこなんて、そうなんですよ、あれをこうきっちり捉えて外さないってすごいなっていつも思ってみます。はい、さて心配なニュースとしてはですね、昨日夜9時ごろですね、鹿児島県トカラ列島近海震源とする地震がありました。今朝も実はありまして、6時22分ごろ、気象庁によると震源地トカラ列島近海ですね、震源の深さ20キロ、地震の規模を示すマグニチュード 2.6、という地震がありました。で震度1が豊島村悪石島、6時22分ごろ、また揺れたということなんですね。で、トカラ列島近海では先週金曜の深夜以降、震度1から4の地震が頻発しているということなんですね。これまで震度3から1の地震は全部で170回以上あったと、鹿児島地方気象台によると震源地はトカラ列島の近海で、今後数日間は地震が続く可能性があるとしています。いやこれも心配です ね、ちょっとここのところ本当なんか地震が多いですよね、だから特に東京なんか長い地震が多いのでちょっとやっぱ気になっちゃいますよ ね、何かこう連動してるんじゃないかとか、どうしてもそういう心配もねしてしまいます ね、やっぱり10年前の東日本の時は、その直前ニュージーランドでやっぱり大きな地震があって、って言うとやっぱり連動してると思っちゃいますよね。そうなんですよね。さて、もう一つですけれども、マスク着用をめぐって飲食店とトラブルになり、駆けつけた警察官の顔を殴ったとして千葉県館山警察署、千葉県警ですね、館山署は、公務執行妨害の容疑で住所職業不詳の奥野淳也容疑者を現行犯逮捕しました。調べに対し語りませんと供述しています。奥野容疑者、去年9月に航空機内でマスク着用を拒否して客室乗務員に腕をねじる暴行を加えて運航を遅延させたなどとして、大阪地検が今年1月に威力業務妨害罪などで起訴しました。でその後釈放されていました。で今回の逮捕容疑は、おととい午後0時50分ごろ、館山市の飲食店の前の路上で駆けつけた男性巡査長の顔を殴ったとしています。立山署によると、奥野容疑者、マスクを着用せずに来店し、店側が入店を拒否し、そこでトラブルになったといいます。マスク拒否の男が2度目の逮捕ということなんですが、いやこれ内藤さんいかがでしょうか。だからマスクもね、自粛警察的にこう、なんかこうやらないといけないみたいな、そのプレッシャーがあって、それは私も確かにどうかと思うんですよ、ただやっぱ殴っちゃいけませんよね。そうですね、ですからその辺が、ただもうこんだけちょっと長くなってくると、押さえつけるよりもやっぱり共存するという方向でいろいろ考えないと、本当にもうこの間の、それこそ、誰か、言っておられ、森永さんも言っておられましたけれども、厚労省の役人の方が、宴会をして、それは悪いんだけれども、さすがにもうちょっとみんなもう我慢のストレスの限界に来てるんで、ちょっとその辺をなんか考えていかないといけないよねと。
まあ、もちろんそれによって殴ったりね、暴力っていうのはそれはそれでもうきちんとそのしっかり処罰をしなきゃいけないと言ってもですね、なんかそういった改めてそういうふうに思いますね、はい。まあ、先日私も電車に乗ったら一人あの白いワイシャツ姿の男性がマスクをしてないんですね、で忘れたのかなって最初思うんですけども、そこからこう、取り出す気配もなく、でもしマスク持ってなかったらあの私余分なものがあるから差し上げてもいいんだけども、でもそれだったら例えばマスクがないだけどなんとかあの手で覆うだとかね、そうですね、あの 手だったりハンカチで覆うってことは、ハンカチで覆うっていうそういうこの態度も取ってなかったんで、あこの人はこの自分の意思で、その代わり全く喋らないし、別に本を読んでるだけなので周りの人に迷惑をかけてるわけではないんですけども、ただ周りの人は嫌な感じの、そうなんですよね、視線をだから、ね、あのその時にあの全く絶対に喋らないし、はい、黙ったままの方については、あのまあ、それはある程度その、まあ、その人の主義で主張だということで黙認するということぐらいの寛容性はあってもいいと思うんですけど、ね、そうなんですね、ちなみに私もマスク忘れて、あの電車乗った時に、あの親切な方からマスクをいただいて、やはりあの、まあ、僕はどっちでもよかったんですけど、したんですが、その方があのタバコ飲みの方で非常にタバコ臭いマスク自分の下マスクですか？違う違う、じゃあポケットから出してポケットにあの新しいのやったんですけど、多分体中にそのタバコがこう染みたんでしょうね。はい、まもなく8時です。8時になりました。4月12日月曜日8時になりました。おはようございます、寺島直政です。浜松町は少し強めの日差し降り注いできましたね。 13.3 度、雲多めなのですが日差ししっかりと降り注ぎ始めました。北西の風が 2.5 メートル、湿度は 61%。 ラジオ機のあなたの周りいかがでしょう。関東地方日差しは今日はたっぷり降り注ぎますね。風は穏やかに経過するところが多い見込みです。最高気温18度から20度くらい、昨日と同じか若干高めの予想です。日中春の服装で心地よく過ごせるでしょう。夜になっても気温の下がり方は緩やかです。強い冷え込みはなさそうです。ただ明日から明後日雨や風が強まるところがあるでしょう。東京地方今日は晴れのち曇り、降水確率午前 0%、 午後以降 10%。 明日は曇りのち雨、乾燥注意報が伊豆諸島と群馬県除いた関東各地域に出ています。火の取り扱いご注意ください。この時間のコメンテーター郵便学者内藤陽介さんです。内藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、新型コロナウイルス、ま、感染防止のためですね、緊急事態宣言に準じた対策を可能とするまん延防止等重点措置、今日東京、京都、沖縄の3都府県で適用されました。期間は東京が5月11日まで、京都と沖縄は5月5日まで。対象区域では飲食店に営業時間を夜8時までに短縮するよう求め、要請を受け入れた店には規模に応じて協力金を払う。マスク着用の周知など感染防止策の徹底を求め、店への見回りを行う。大規模イベントの入場制限は上限5000人とするなどの対策を実施します。また要請や命令に応じない場合は20万円以下の過料を科すこともできるということです。このまん延防止等重点措置めぐっては効果がないんじゃないかという声もあるんですが、内藤さんはこれはどうご覧になってますか？まあ、効果のほどというのはまあそれぞれだと思うんですが、ただやはりあのまあ協力金払うということも、これもあの一律でやっちゃってるところの、そのまあ矛盾といいますか、あのちっちゃなお店でしたらね、店開けるかもらった方がいいっていうのもあれば、ある程度の大きな店になるともうそんなもん家賃にも全然満たないということ、これもあの不備がいろいろそのまあ伝えられているわけですから、あのやはりですね、例えばその飲食店に関してはですね、あの実はその先週末ちょっとあるパーティーに参加してきたんですが、あのテーブルの座り形式で食事だったんですけども、あのここの今のこのスタジオで、あの YouTube でご覧の方は分かると思うんですけど、こういう形のアクリル板がもう全部席にあって、透明なアクリル板が結構高めのね、それでもうあの全席にあって、そこでこう会話をするという形になってましたんで、例えばもう
古色スタイルでアクリル板を置いてやるんであれば、まあ、もちろん程度問題があるんですけれども、普通の会話であれば、はい、マスクしないでも会食できるというやり方あるわけじゃないですか、はい、だからそういう形でなんとかその共存するという形でやらないと、なんかこのまん延防止と重点措置はそれもちろん防止措置必要なんですけれども、なんかその懲罰的な感じをしちゃって、はい、経済の方を萎縮させちゃうようなところが強いので、強いような印象を私は持ってしまうので、もうちょっとその辺、これも長期戦になることは明らかなんで、無理のない形でできるような方向をやっぱり考えていただきたいですよね、はい。まあ、この期間を見ても5月5日とか5月11日までってことはゴールデンウィークを外すっていうことなんです、外すというのは、まあ、ここに行ってほしくないぞということですよね、はい、だからそうは言ってもそのゴールデンウィークである程度稼がないとやっていけない産業の方というのは、特に飲食もそうですけど、それ以外にもあるわけですから、その辺ちょっともう長期戦になると、いかにやっぱりこうコロナ以外で死ぬ人、特に経済で死んじゃう人を少なくするかってことは、やっぱりそちらはやっぱり優先しないといけないと思いますね。そうですね。今も内藤さんおっしゃいましたけども、だからこのいくら協力金払うって言ったって、この金額じゃもうね、焼け石に水だよっていう会社もあるわけです。大変です。松山選手優勝。優勝、あ、おめでとうございます。びっくりした今。常年さんプロデューサーに乱入してこいって言われたんで。あ、そうですか。いや常年さんが入ってきたから、なんか忘れ物でもしたのかなと思って、静かになんか取って帰るのかなと思ったら、びっくりしました。優勝です。おめでとうございます。すごい、決めました。よかった、はい、あ、本当に1打差です。最後1打差、そこまでやっぱりそこまで迫られ た、はい、最後パッとバンカー入れて、でバンカーからすごいスーパーショットで返したんですけど、それが入んなくて、で、もう1回入れ て、やっぱりプレッシャーあったんですね。すいません、いやー、常年さんが乱入しました、どうもありがとうございます。常年レポーターでした。生放送というのはこういうのが、で、常年さんまだいらしたんでね、まあ、気になっておそらくいろいろ情報とか、ね、入手してたんでしょうけど、そうですね、ああ、よかったですね。でもよかったですね、やっぱり本当、ね、これでだいぶ、はい、ちょっとさっき の、まん延防止の話でちょっと暗くなったところ、またちょっと気分が少し明るくなりましたね。いや、この、松山選手ですけれども、過去のこのいろいろインタビューなんかもありましてですね、先ほどもちらっとお伝えしましたけど、マスターズっていうのは限られた人が出られるわけで、上位50人、で、そして予選もあって、予選で何回か松山選手もそこでもう止まっちゃったなんていうところもあるんですけども、子どもの頃のマスターズの思い出っていうのが、一番初めに見たのがタイガー・ウッズの優勝で、16番のチップインもテレビで見た。その場にいい位置にいられることは嬉しいっていうふうに言ってますね。あと今回そのコロナで日本の報道陣が少ないってことに、プレッシャーは少ないですかという質問に対しては、言っていいのかわからないけど、このマスターズだけはすごく日本メディアの方も来てくれる、囲み取材っていう大勢に囲まれることが苦手、去年から人数も少なくなっているのは自分的には楽になっている。あ、だから、ね、人前でこう話すのは苦手なんでしょうね。そう、そうでなくてもこう、やいのやいの言われて、やっぱり集中してる時にこういろいろ声かけられると、それ嫌だってのは分かりますよね。そうですね。あとはそのもう2011年にこのチャレンジし始めたマスターズなんですけども、10回目なんですよね。で、当時から変わらないものが誰にも負けない練習量なんだそうです。今大会もですね、この前の週のテキサスでの試合が終わってからオーガスタ入りしている松山選手で、決勝ラウンド進出を決めた金曜日、65のベストスコアをマークして単独首位でホールアウトした土曜日と、最後まで練習場に残っていたのが松山選手だったということなんですね。この今年のマスターズ世界ランキング50位までの選手が勢ぞろいしているということですから、もうまさに世界一の練習量、もう最後まで、ね、松山選手を練習していたって、やっぱり練習努力が大事、努力なんですね。まあ、その才能がある方が本当努力すると、まさに鬼に金棒ってのはこういうことなんだろうっていう。そうですね。だけど日本人で初めて、まあ、4大大会と呼ばれてるそのね、一つですから、マスターズいいですね。ねえ、全米とか全英とか全米プロとかね、いろいろありますけども、そんな中で一番憧れていたこのマスターズで優勝できた、グリーンジャケットでしょ。あの緑のジャケット、ね、はいはいはい、あれを着ることができる。じゃあそれで緑の羽織でクリアか。次回は緑お持ちですか。あります。そうですか、そうか、緑のジャケット、でも来週覚えてるからな。
そうですね、覚えてればということでお願いいたします。はい、はい、朗報が入ってまいりました。松山選手見事にマスターズ優勝、日本人で初めてですね。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻8時8分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りします。ではこれまでに入っているニュースをお伝えします。65歳以上の高齢者を対象とした新型コロナウイルスワクチンの接種が今日全国の自治体で始まります。新型コロナウイルス感染拡大を受けたまん延防止等重点措置の対象地域に東京、京都、沖縄の3都府県が今日から追加されます。これにより重点措置の適用はすでに適用された宮城、大阪、兵庫と合わせて6都府県となります。前知事の辞職に伴う福岡県知事選挙は昨日投票が行われ、自民党と立憲民主党、公明党、それに社民党が推薦した前副知事の服部清太郎さん66歳が共産党が支持する元福岡市議会議員星野美恵子さん70歳を破って初当選を果たしました。立憲民主党が菅内閣不信任決議案の早期提出論を封印しました。まん延防止等重点措置が6都府県に拡大される中、提出に踏み切れば新型コロナウイルス感染防止より政局を優先したという批判を浴びることを懸念しました。9日の深夜から地震が相次いでいる鹿児島県の悪石島やその周辺では、昨日までに震度4の地震が合わせて4回観測されました。鹿児島県地方気象台によりますと、震源地はトカラ列島近海で、今後数日間は地震が続く可能性があるとしています。イランの核開発の中枢を担う中部ナタンズの核施設で11日電気系統の問題が発生しました。イランの国営メディアが伝えたもので、詳細は分かっていませんが、イラン原子力庁のサレヒ長官はテロという見方を示していて、何者かによる破壊工作と見ている模様です。原子力庁は怪我人や汚染はないと主張しています。続いてスポーツです。プロ野球の結果、パリーグ、ロッテ対西武は2対1で西武、楽天対ソフトバンクは2対0でソフトバンク、オリックス対日本ハムは4対4で引き分け、セリーグ、広島対巨人は9対0で巨人、DeNA 対阪神は3対2で阪神、中日対ヤクルトは2対1で中日が勝ちました。男子ゴルフの松山英樹が11日アメリカジョージア州のオーガスタナショナルゴルフクラブで行われたマスターズトーナメントで初優勝しました。日本男子初のメジャー制覇となります。以上ニュースをお伝えしました。時刻8時11分です。時刻8時14分です。この時間のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。ニュースピックアップ、こちら行きましょう。昨日の産経新聞、日米16日に首脳会談、対中結束発信へ。菅総理とアメリカバイデン大統領による日米首脳会談、今週16日にワシントンで行われます。バイデン氏にとっては、菅総理がですね、バイデン大統領にとっては菅総理が対面で会談する初の外国首脳となります。で、最大の狙いは中国を牽制するため、自由主義秩序の中核として日米の結束を印象づけることにあるといいます。首脳会談では尖閣諸島や台湾海峡での抑止力、対処理力のこの強化に向けて連携する方針で一致します。一致する運びです。で、中国に依存しないサプライチェーン、供給網、この構築ですとか、東南アジアなどでのこのインフラ整備の支援で日米が協力することも合意します。バイデン政権が重視する人権問題でも、香港、あと中国の新疆ウイグル自治区の状況に深刻な懸念を共有します。この日米首脳会談ですが、これは
どうご覧になりますか、内藤さん。先週のこの時間でもちょっとお話をしたところですが、バイデン政権が、要はまだ固まってないわけですよね。はい、今から本格的にその今後4年間、3年半なり4年間なりを、はい、どういうふうにそのやっていくかということを決めている過程で呼ばれたということは、やっぱり今寺島さんにまとめていただいたようなことプラス、そのバイデン政権の方向性にやっぱり日本もちょっと決めるところに関与ができるといいますか、はい、少し意見を言うことができるという意味で非常に重要だと思います。でそれでやはりサプライチェーンですとか、私自身はグリーンニューディール政策には関してもその賛成ではないというか、どちらかというと批判的なあるんですが、ただアメリカがアメリカの国内でやることについて、はい、それは日本にとってもビジネスチャンスにもなるということですから、はい、そこに日本を売り込んでいくと、とにかくそういう意味では日本にとってプラスになる面が非常に多いチャンスだと思うんで、それをもう、目いっぱい活用していただきたいということですね。これおそらくバイデン大統領と菅総理の最初の挨拶は、日本の松山英樹おめでとうからいくんでしょうね。当然そうなるでしょうね。アメリカ舞台で、やったものですし、はい、いいそのネタができましたね。そうですね、やっぱりつかみで、いいネタができましたよね。あとやっぱりその名前ってプラス材料がね、いろいろ出てくるのは、本当その、マスターズのことは本当に、さっきから繰り返しになっちゃいますけども、日本人にとっては嬉しい話題なので、向こうからも振ってくれるでしょうけれども、本当良かったですよね。そうですよね。日本側はアメリカの TPP 環太平洋経済連携協定復帰も見据えています。ただアメリカ国内では TPP 環太平洋経済連携協定に批判的な見方が根強く、バイデン大統領も選挙期間中に対米投資を拡大するまで新たな貿易協定を結ばないとしています。このアメリカの TPP 復帰についてはどうご覧になってますか。こちらについては日本側としてはどちらでもどうぞという感じだと思うんですよね。今TPP は結果的にうまくいってるわけですから、現状のままでもよし、あるいは中国を排除した形で自由貿易圏を作るんで、アメリカがやっぱり入っていただければそれはそれでよしと、ただアメリカは国内の事情もあるですから、それは落ち着いてからゆっくりやってくださいよっていう、余裕を持って見てるんじゃないでしょうかね。と日本からしてみると、どうぞお入りくださいっていう立場なんですかね。別にどっちでもいいんですかね。入っていただければウェルカムですよ、ウェルカム、ただどうしても入ってくださいっていう形でもないとは思うんですが、現時点では、続いてはこちらです。ロイター通信、イラン核施設で異常発生、原子力長官はテロと断定。核開発の中枢を担うイラン中部ナタンズの核施設で昨日電気系統の問題が発生した。この問題を受けてですね、イラン原子力庁のサレヒ長官、テロによるものだと断定しました。イスラエルの公共放送は複数の情報機関筋の話として、イスラエルの諜報機関モサドがサイバー攻撃を仕掛けたと報じています。でこのただイスラエル政府はですね、もちろん公式コメントというのは一切出していません。ネタニヤフ首相はナタンズの施設に直接言及はせず、イランの核武装化を阻止する戦いは重大な任務だとだけ発言したということです。これどうなんですかね。だからおそらく普通に今言われているように、イスラエルの情報機関がサイバーテロのような形で攻撃を仕掛けたんだろうと思うんですね。でただイスラエルがその中東の諸国のですね、中東諸国の核施設に攻撃した例っていうのは実は今回初めてではなくて、過去にもありまして、一つはやっぱりイラン・イラク戦争の時にイラクの原発を攻撃をしてまして、それから最近ですとシリア北部 のデリゾールで核施設を攻撃しているということがあるんですね。最近というか2007年ですけれども、でこの2回やっぱり核施設攻撃してるんですけれども、イラクの原発の時は国際世論からものすごい批判を浴びたんですが、シリア北部の時はほとんど批判を浴びてないんですよ。でどうして違うかというと、やってることは一緒なんですが、イラクの時はイラクのサダム政権がイスラエル滅ぼすみたいなことを言ってたんで、要するに自衛のための先制攻撃だという位置づけだったんで、それは国際社会がそれはやりすぎだということを言ったんですが、そのシリアの時は実はシリアの その後のアサド政権が実は IAEA に無届けでその核施設を作っていたと、しかも査察も受け入れてないと、これはその世界的なその懸念が広がってるんで攻撃しましたということを言って、一応その国際世論がそれほど反応しなかったと、ですから今回もそのイスラエル側としてはイランの核武装化を阻止すると、でこれが自国の安全保障ではなくて、これはもう国際的に必要なことだというふうな言い方をしているので、これについては当然批判はあるとは思いますが、割と収まるのかなという気はしてますね。そうなん
なんですね。施設では去年7月にもですね、遠心分離機開発する建物で爆発火災が起きて、イランは敵対するイスラエルによる関与を指摘した。だからそしたらちゃんと査察受け入れてくださいということが言えるわけですよね、はい、ですからまあ、イラン側にしてみれば、あるいはイスラエルがどうしても何でも嫌だという人たちは、まあ、一定の割合いますから、そういう人たちからすると、はい、これはもうけしからんテロだというふうに言うわけですが、ただいやだったらちゃんと核査察を入れて、はい、IAEA の管理下に入れてくださいねというふうに言えるわけなので、これはまあここから大ごとに揉めるというふうには多分なりにくいと、まあ、この段階だけではなりにくいとは思ってます、はい。現時点では死者や放射能の汚染もないということですね、そしてナタンズのこの施設というのはイランのウランの濃縮化プログラムの中核を担う存在でして、10日に新型の遠心分離機を稼働させたばかりです、で今内藤さんもおっしゃいました IAEA 国際原子力機関の査察対象にもなっているけど、まあ、受け入れてないと、まあ、今のところですよね。まだまあできたばかりということもあるんでしょうけど、はい、それも受け入れなさいよと、はい、本当に問題ないなら受け入れてください、ね、ということですよね、はい、これ拒否する方向に行くということもでもないんですかね。どうなんでしょうね。ですから、まあ、イランの場合はい、核合意の問題があるので、はい、ちょっとその辺でゴニョゴニョ言ってなかなか進まないということになりそうな気がするんですが、はい、続いてはこちら。昨日の読売新聞、ミャンマーデモ銃撃82人死亡。ミャンマーの地元メディアミャンマーナウは10日、中都バゴーで9日に治安部隊が抗議デモ参加者らを銃撃などで鎮圧し、市民の少なくとも82人が死亡したと報じました。3月27日に全土で市民100人以上が殺害されるなど、デモ鎮圧の犠牲者が増加する中、単独の地域での1日の犠牲者としては最悪の規模とみられています。国際社会からの非難も顧みずですね、弾圧を続けるミャンマーの情勢、国軍ですけれども、内藤さん、改めてこれはどうご覧になりますか。いや、もう一線越えちゃったというか、もう国際社会から非難されようが何しようが、はい、自分たちは居座って絶対動かないぞという、はい、ことになっちゃったんですよね、でミャンマー自体がもともと3分の1ぐらいが少数民族があって、でそれが独立の時の経緯で自治を与えるということを言ってたのが、結構それが保護にされちゃったことがあって、ずっとそのまあ少数民族の地域紛争みたいなのが続いてたわけですよね、それをその国軍側の強引に力で押さえつけてたという面があったんですが、その矛先が少数民族に対してやってたのが、一般のそのミャンマー人というかビルマ人に対して向かってきたということで、まあ、かなりそういう意味ではもともと荒っぽいことをやってた人たちがついに自分たちを守るために向いちゃったという、そういう感じですよね、まあ、本来ですと今ミャンマーというのは13日から1週間の正月休みに入るんで、そうですそうです、ね、人々例年水をかけ合ったり歌や踊りを楽しんだり祝賀ムードに包まれるはずなんですけれども、今はもう喪に服すよう呼びかけてると。そうですね、ですから、まあ、これミャンマーだけじゃなくて、シガ、はい、タイだとソンクランという水かけ祭りがあって、はい、まあ、ラオスだとかカンボジアだとかミャンマーだとか、あの辺一帯全部こういう水かけ祭りのお正月の時期なんですが、ですから逆に言うと、そういう時期にこう、まあ、ある種狙って、とにかく反対派は許さないと、はい、いうことを示したというんで、かなりもう狙ってなんですね、まあ、狙ってというか、そこで当然逆にその民主化の側は、正月ぐらいちゃんと民主化しようという形になりますから、一つのやっぱり大きな伝統的な行事の時っていうのは、そこを狙ってやっぱりどちらの陣営も来ますんで、ちょっとただせっかくのお正月ですからね、こういう時にやっぱり血塗られた正月っていうのは、ますますその国軍のその支持は国内では失われるんですが、そうすると今度は強引に力で押さえつけて、また死刑判決の問題もありますし、クーデターで国軍が権力を握ったミャンマーの軍事法廷がですね、戒厳令が出ている地域で国軍関係者を殺傷したとして市民19人に死刑判決を下したという記事もあります。まあ、戒厳令下での死刑判決は初めてで、抵抗を続ける市民を萎縮させる狙いがあると、見られているんですけども、こんなこともあるんですね。そうですね、軍事法廷ってのは本来軍人の犯罪を裁くもので、はい、市民ではないですからね、だからそういうところで形式だけでもその普通 その裁判所で裁かないで軍事法廷でやっちゃうっていうところがもうかなりむちゃくちゃになってきてますよ ね、はい、さあ続いてはですね、この時間のコメンテーター郵便学者の内藤陽介さんにこのテーマでお話を聞きます。ユニクロ柳井氏のノーコメント発言について
です。中国の少数民族ウイグル人の人たちの強制労働によって企業が利益を得ているとの指摘がある中、ユニクロを展開するファーストリテイリング柳井正会長兼社長は、先週木曜の記者会見で、新疆ウイグル自治区から調達した綿花は、綿ですね、綿花を使用しているのかにという問いに対して、政治的には中立な立場でやっていきたい、ノーコメントとさせていただきたい、まあ、こういうふうに発言して物議を醸しています。柳井氏はノーコメントだとした上で、取引先の工場で強制労働などの問題があれば即座に取引を停止している、人権は非常に大事でやるべきことはすべてやっていると話し、取引先の企業に問題はないとの考えを示しました。まずこの前提として、新疆ウイグル自治区で取れる綿花めぐってはですね、背後に人権問題が存在するのだという、まあ、こういう指摘が内藤さんあるんですね。まあ、当然ありますね。で実は新疆綿というのは日本でユニクロさんなんかが使っちゃったこと、ユニクロではどちらかというと高級品ではリーズナブルなものというイメージがあるんで、ちょっとイメージ湧きにくいんですが、実は世界三大高級コットン、そうなんですね。でその一つが、まあ、有名なのはエジプト綿ですよね。はい、はい。でもう一つがアメリカのですね、スーピマ綿というのがあって、これがカリフォルニアとかアリゾナとかテキサス、ニューメキシコとかそういったところなんですよ。それと並ぶ、高級綿がその新疆綿なんですね。はい、でこのなんでそれができるかって、新疆ウイグル自治区、東トルキスタンと言われている地域は、はい、天山山脈というシルクロードの山のその雪解け水があると、はい、でプラスですね、年間の最低気温がマイナス40度で最高気温が50度で、ものすごい寒暖差が激しいんですよ。はい、でなおかつ水が、これだけだと普通の砂漠なんですが、ただ水が非常に豊かなの で、で気温が気候が激しいので、害虫がその死んじゃうと。だから害虫がその弱い作物なんかを育てるには非常にいいというところで、その高品質なものができると。ただそういう過酷な環境なので、なかなか一般の労働者を雇ってっていうのは高級な難しいわけですが、そこでやっぱりウイグル人の人たちをですね、奴隷として使う。でちょうど言ってみればアメリカのそのかつての南部の、テキサスなんかの綿花畑で黒人の方の奴隷がすごいやってましたよね。ああいう形で人海戦術で奴隷労働しやすい、はい、に陥りがちな産業という面が固定的にあったわけですが、それを未だに中国がやってるということですね。そういうことなんですね。でこの柳井会長のノーコメント発言に対してネットのこの反応を見るとですね、柳井氏が日本の政治問題には口を出していることを挙げて、日本の政治問題には口を出しているのに中国の問題にはノーコメントなどと批判的な声も上がっていると。この柳井さんの発言なんですが、内藤さんこれはどういう印象を持たれましたか。やっぱりどう見てもそのビジネスを優先させて、はい、中国の人権について自分のビジネスに関わる人権はその、口を紡いで、はい、そうでないところは言いやすいところは言ってるという印象は当然持ちますよね。そんな中ですね、フランスの NGO などが今月9日、新疆ウイグル自治区での人権問題めぐって、これ強制労働ですとか人道に対するですね、罪の隠匿、隠してんじゃないかと、こういう疑いでユニクロのフランス法人を含む4社をフランスの当局に告発したと発表しました。ユニクロ以外では、ザラなどのブランドを擁するスペインの、インディテックスですとか、あとアメリカのスケッチャーズ、フランスの SMCP などです。でこのフランスの NGO はこの4社について取引企業が弾圧に関わっていないと確認するため十分に努力したことを示していないとしています。この告発しただけで受理されるかどうかというのはまだわからないんですが、こういう動きはあるんですね。内藤さんこれいかがでしょう。新疆のその、はい、これ新疆のその農業麺もそうなんですが、あと例えばトマトなんかも非常に輸出してまして、はい、トマト、トマトの果物としてトマトの実だけではなくて、トマトジュースだったり、トマトペーストだったりっていう形でホールトマトだとかの缶詰、ああいったものもかなり作って輸出してるんで、それも実は日本だと新疆から買ってるのはユニクロの麺がクローズアップされてますが、そういったものを輸出して、それがかなり大きな
利益に彼らになってるわけですね。でただその新疆ウイグル自治区 の、 その、まあ、あの農業の、まあ、開墾だとか、それからあと、まあ、あの経営だとかっていうものの実権握ってるのが、あの新疆生産建設兵団という準軍事組織なんですよ、はい、共産党の、ですからそういうところがやって、そこを通さないとその経済が成り立って新疆とは取引ができないというふうなことになってますんで、当然そのいろんなその二重三重にあのダミー企業といいますかフロント企業をかませても、これは問題ないと考える方が普通ですよね。ですから、取引企業が弾圧に関わってないと確認するため十分に努力したことを示してないというようなことはその通りで、まあ、もちろんそのダミー企業といいますかフロント企業は当然そういうことをやってないというために言うためにフロント企業を作るわけですから言うんですけれども、ですからそこのところで、いやそれが確認できないとうちは取引しませんぐらいのことを本当に人権を重視するんだったら言わなきゃいけないんですが、はい、まあ、それを言ってないという話ですよね。そうなんですね。でこの新疆ウイグル自治区での人権問題、企業にとって中国という、まあ、非常に魅力的なマーケットと、あと人権、このどちらを優先するんだという、まあ、こういう踏み絵を迫られているような状況といった見方もあります。まあ、企業の経営という視点ではですね、魅力的なマーケット、これ選びたいのはまあ至極当然なんですが、国際的に人権意識高まってます。だからこれ今は人権選ばないと、まあ、当たり前ですけども批判されると、これ企業というのはその選択を迫られているってことなんですかね。ですからあのイメージっていうのがやっぱり大事だと思うんですよ。で私はその今 の、 その世の中の風潮でエコといえば何でも許されるってのはどうかとは思うんですが、ただあの現実に企業がコマーシャルであの環境に配慮した商品ですとかエコですっていうことを言うっていうのは、そういったことを言った方が企業にとってイメージが良くなるという判断が働いてるわけですよね。ですからその時にあの、まあ、お金を儲ける、人権なんか関係ないんだ、1円でも安いものを作るんだと言って安いものを売り続けるのか、やはりその人権侵害には加担しないんですというふうに言うのと、どちらが企業にとって長期的に得かということを、彼らが考えるようにこちらは誘導しなきゃいけないですよね。はい、であの不買運動みたいなことをやったり、あの電話でその抗議みたいにするのは私どうかと思うんですが、ただ結果的にどちらを選ぶとなった時に、あのやっぱりユニクロってのはそういう問題があるから選ばないよねっていうことをやっぱりやっていくということは、はい、あの大事なんじゃないですかね。そうすると結局彼らは最終的には商売なので、はい、あのやっぱり多少安い面が変えても、うん、要するに人権侵害に加担しているというイメージがつくと商品が売れなくなるからやめようという方向に彼ら行くわけですよ。はい、結局やっぱり環境に配慮ということを盛んに言い出したのと同じような形で人権に配慮というふうにやっぱり誘導、消費者の側が誘導していくということは一つ重要だと思いますが、はい、日本はですねウイグル関連で中国にこう制裁をしていないためか、今のところ日本企業に不買運動などの目立った被害は出ていないとは言うものの、何かこうそういう動きは出てきている感もありますよね。まあ、ただ今後不買運動などの被害を受ける日本企業が出てくる可能性というのもあるわけですね、これね。まあ、当然あると思います。まあ、それはやっぱり返り血を浴びるのは避けられないと思うんですが、はい、だからここでやっぱりあとはそのやっぱり国の問題で、はい、あの日本企業が中国から撤退することをやっぱり支援すると、はい、あの税制の優遇、それはあのかつてトランプ時代にトランプ政権があのやって、中国からそのアメリカに拠点を移す企業に対しては優遇措置というのを、税法上の優遇措置なんかやりましたから、あのそういったことでそのやっぱり中国進出企業は撤退することをやっぱり日本側も政府も後押しをしていくということはやっぱり当然必要ですよね。はい、あとはそのウイグル問題に限らずですね、ミャンマー、あと香港でのこのデモ隊の弾圧、国際問題なってます。で企業これどういうふうにそれを考えて、そしてどのように向き合っているのか、まあ、国際問題についての姿勢が問われている、まあ、こういうことを指摘する人もいますけれども、内藤さん、こうしたこの今の状況というのはどういうふうにお考えですか。まあ、今の流れだとそうですよね。っていうのはあのやはりちょっと私は行き過ぎなところがあの全体にあると思うのは、いわゆる差別、反差別ですよね。はい、例えばこの間もあの、報道ステーションですか、あれのコマーシャルが、ね、はい、女性差別だというふうに言われましたけれども、普通の考えで言うとあれがそんなにピリピリ言うことなのかという人を思った人も多いと思うんですが、ただあれでも差別だと言われて、あのコマーシャルを撤回せざるを得ない状況に追い込まれるということであれば、あの CM では別にその今の日本の女性差別であの実際に命を落とす方というのは非常に少ないわけじゃないですか。まあ、ゼロとは言いませんけれども、あのそれに対してあのウイグルの場合はこのジェノサイドという形であの認定されていると。でジェノサイドというのは何もあの殺すだけじゃなくて民族全体を圧殺してしまうと、弾圧して迫害しようという、あのそういうことでアメリカや EU が認定しているわけですよね。でそうするとあのどちらがより深刻なそのダメージを人類に与えているかということを考えるとですね、やっぱり
ぱりそのいろいろ差別だとかそういう人権だということで世の中厳しく世界全体厳しくなってる以上を、これはやっぱり無視はできないだろうね、ただ、行き過ぎはどうかという指摘は当然あるとは思いますが、やはり特にその実際にこうミャンマーだとかウイグル、香港なんかであの人が死んでるわけですよね、そういったことはやっぱりちょっとこれはあの無視できなくなってくるのは当然だと思います、となるとその企業の立場からしてみると今の変化に対応できない企業っていうのは、まあ、世界の市場では非常に厳しくなってくるってことなんでしょうね。厳しくなるでしょうし、当然逆にあのライバル企業は、ユニクロのライバルはどこになるかしませんが、当然ユニクロはこういうウイグル麺使ってますけども新疆麺使ってますけどうちは新疆麺使わない、あのフェアトレードの麺しか使いませんっていうコマーシャルをユニクロ名指しで言わなくても、うちはちゃんとその人権に配慮した、きちんとした労働者にあの対価を払った麺を使ってる商品をこれだけ安く売りますということで、マーケットを取っていくという形には当然なりますよね、はい、時刻8時36分です。時刻8時37分です。さてロシアがですねウクライナとの国境地帯に軍を集結させる動きを続け情勢が一段と緊迫化しています。ロシアのプーチン政権軍事衝突に発展しない程度に緊張を高めてウクライナ支持を明確にしているアメリカバイデン政権の対応を試す狙いもあるようだと、まあ、こういう指摘があります。ロシア大統領報道官によるとプーチン大統領8日メルケルドイツ首相と電話会談をして軍部隊の移動は内政問題との認識を示し撤収要請を拒否したといいます。プーチン大統領ウクライナが不安定化しているとして自衛する必要も強調したと必要性も強調したということなんですね。一方アメリカですがサキ大統領報道官はウクライナ政府軍と親ロロシアに親しいですね親ロ派武装集団による東部の紛争でもロシアによる侵略行為が増えているこれを踏まえて事態の収拾に向け同盟国あとロシアとも協議していることを明らかにしました。バイデン大統領ウクライナのこの領土保全にですね揺るぎない支持を表明しました。これが2日のことでした。ロシアの挑発に拍車をこれがかけているという見方もあるんですが内藤さんウクライナ、軍集結させてるロシアが、バイデンの場合実はあの日本だったあのトランプ政権を継承して、中国に厳しい姿勢ということが注目されてますが、もともと去年の大統領選挙の時点から、バイデンはアメリカにとって一番の脅威はチャイナではなくてロシアだということをずっと言い続けてるわけです、で実際今年の2月の末以降ですね、ロシアに対する強硬な姿勢を示してまして、3月の初めにナワリヌイが実際に刑務所入っちゃったわけですね、でそれをきっかけに制裁措置に踏み切ってってるわけです、でさらにですね実は3月の18日というのがクリミア併合の記念日だったんで、それから特にロシアが強硬な姿勢に出てくると圧力をその強めると、今それがエスカレートしてお互いにエスカレートしているという状態ですね。そういう状況なんですね、はい、時刻まもなく8時40分です。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチューン。時刻8時50分です。ビジネス最前線、この時間は郵便学者の内藤陽介さんと、日本郵便、普通郵便の土曜配達を10月から休止について、お話をしていただきます。日本郵便今月1日の記者会見で今年10月以降郵便配達の体制これを縮小する方針を明らかにしました。速達あとゆうパックなどを除く郵便局による普通郵便の配達義務を週6日以上から週5日以上に改めると。で改正この郵便法というのが去年11月に成立したことを受け今年10月で土曜日の配達をなくします。さらに来年1月からは深夜に行っていた郵便の仕分け業務これをなくす代わりに荷物のこの配達に携わる従業員を増やすということです。これによって普通郵便の配達にかかる日数は現在より1日程度増えることになります。普通郵便以外の書き留め、あと速達、それにゆうパック、レターパックプラスなど、荷物の配達にかかる日数に変更はないとしています。
またこれに合わせて速達の需要が増えると見込んで、速達の料金を今年10月に1割程度引き下げるということです。郵便配達の体制の縮小について、日本郵便は郵便物は年々減少傾向にあり、働き方を改革できるメリットがあるとしています。この土曜日の配達をなくすことになるということなんですが、内藤さん、このあたりどうご覧になりますか。これはまあやっぱりコスト的なことを考えてやむを得ないという面はまあ多々あるとは思うんですよね。でただ週2回そのまあ普通便の配達なくすということはいいにしても、はい、これ土曜日なくすのが妥当かっていう点はちょっともう一回検討していいと思うんですね。っていうのは、土曜日なくちゃいますと土日2日続けてなくなっちゃうわけですよ。だから例えば週2日休みにするんだと、日曜日と週の真ん中の水曜とか木曜とかっていう形にしていただく、はい、かないと、例えば場合によっては木曜日に出したものが金曜日に配達されないと週明けになっちゃうという形になってくると、それだったら大事なものを速達出せというふうなことを言われちゃうと思うんですが、ただやはりそこまでちょっとかかっちゃうと、利用者の側もますます郵便離れが進んじゃうという悪循環になりかねないんで、ただまあ一応もちろん労働者の方 の, 待遇という問題もありますし、経営の問題もあるんで、はい、週2日休みが必要であれば土日という機械的なんではなくて、ちょっとやっぱり、配達しない日をずらすというふうな工夫はあってもよかったかなという気がしますね、はい。あとはその郵便物が減少傾向にあるということなんです。この内藤さん、このあたりはいかがですか。これは仕方がないと思いますね。やはり単純に今情報をやり取りするだけであればメールだったら実際ただできるわけですから、そこに対して昔には手紙ではなくてメールで添付ファイルで送っちゃうということがビジネスなんかで当たり前になってますんで、そうすると通信手段がいくつもできてくれば当然郵便もそのうちの一つですから、減るのはやむを得ないと。でただそうであれば逆にですね、ちょっとその実務的な面とは別の文化的な側面って手紙にありますんで、はい、そういった面をやっぱり前面に打ち出していく。例えば年賀状とか書通に参って、これも強制的にやるというのは問題になると思うんですが、例えば子どもなんかにですね、学校の時間なんかに手紙を書いてみましょうみたいなことを、はい、呼びかけて手紙に触れるっていう機会を、例えばそっちの方で文化的な方でやっていくってことはあるってもいいと思うんです。まあ、その学校の 手紙書かせるのも今個人情報とかあって結構名簿がクラスで配られなかったりするんで難しかったりするということで、そういう意味ではもう本当あらゆる意味で郵便を取り巻く環境が逆風だらけではあるんですが、ただそうは言っても電報がなくならないわけですよね。祝電弔電ってのはこうなくなりませんから、そういった形で生き残りの方法を別の形でちょっと探っていっていただきたいなと思いますね。さて郵便と言いますと、郵便制度が日本に導入されて今年で150年、内藤さんは郵便学者でいらっしゃいます。この150年の歴史を把握、されている。でその郵便のこの歴史といいますと、今月20日にですね、内藤さんの新しい本が日本郵秀出版から出版です。タイトルは切手でたどる郵便創業150年の歴史ボリューム、これは、ボリューム1ですね、はい、戦前編ですね。改めてですが、これ内容教えていただけますか。はい、もうこれはそのタイトル通りの、はい、ドストレートな中身でございまして、今年150年なので、はい、でちょっとその、明治4年の、当時旧暦でしたので3月1日、はい、西暦でいう1871年の4月20日が郵便創業の日なので、はい、でそこで日本で最初の切手が出たわけですけれども、はい、そこから現在に至るまで の切手の流れを通じて、それぞれの世の中の社会の動きなんかも見ていく、そういった本になります。で、ビジュアル本ですので、切手の図版なんかは有名なコレクターですとか、はい、博物館なんかのご協力も全面的にいただいて、かなり綺麗な本には仕上がっていると思いますので、はい、もう見てもいいし、あといろんな歴史がね、そうですね。ですから、とりあえず切手の歴史っていうのをハンディにまとめた本としては、はい、ちょっと一番新しいものなのでご活用いただければと思います。飛行郵便施行記念なんてね、来てもあ、そうですね、エアメールが定期的にやる前に試験飛行なんかやった時の載せるための、切手ですね。ちゃんと書いてある。もうちゃんと当たり前なんですけど、こういうものもあるんですね。はい、一応そのニュース解説だけでなくて、本業の切手とか郵便の仕事もしておりますので、まさに郵便学者のなせる技。本業でございます。本業ですよね。切手でたどる郵便創業150年の歴史ボリューム1戦前編、日本郵秀出版から20日に発売になります。ぜひこちらお読みになってみてください。よろしくお願いいたします。はい、以上ビジネス最前線でした。
送おはようテラちゃん。はい、エンディングでございます。今朝のこの時間のコメンテーター、郵便学者内藤陽介さんです。お伝えしておりますように、男子ゴルフの松山英樹選手、アメリカで行われましたマスターズトーナメントで優勝し、日本男子初のメジャー制覇を果たしました。松山選手は4打リードして迎えたですね、最終ラウンド1オーバーで回って通算10アンダー、第85回を数えるゴルフの祭典の歴史に10回目の出場でその名を刻んだ。初めて出たのが2011年って言いますからね、ちょうど東日本大震災の年からスタートしてっていうね、その時はまだアマチュアで、でもそれでも表彰されたりとかね。いやー、だけどプレッシャーにも打ち勝ったんですね。本当にね、よかったですね。ただまあ、あとさっきのね、松山選手のあのコメントで、はい、マスコミが、ね、はい、少なかったことで、集中できたというふうな趣旨のことを言われたので、やっぱりその辺がね、日本のマスコミもひいきの引き倒しになっちゃうところがどうしてもスポーツ選手に対して多いんで、気をつけていただけたらいいなと思いますね。はい、この日本選手ではね、一昨年の夏に渋野日向子選手が AIG 全英女子オープン制して日本女子の2人目のメジャータイトル獲得してますが、ただ戦前からチャレンジしてきた男子がなかなかね、やっぱり、ね、頂点立てなくて、スポーツの世界、女子スポーツが日本についてはやっぱり技術でこういけるところがあるんですけど、どうしても男子だとパワーがあると、パワー負けやっぱり体格的にしちゃいますんで、ね、そうですよ、そういう意味でも本当素晴らしいですね。優勝を決めた松山選手はこう言ってます。本当にいいプレーを見せられてよかった。僕が勝ったことによってこれから先日本人が変わっていくんじゃないかな、もっともっと勝てるように頑張りたいと話しました。松山、19歳のアマチュアだった2011年のマスターズトーナメントから33回目のメジャー挑戦だったということですね。本当にもうおめでとうございます、ね、それ以上いや、それが言いようがないですね。言わないですね。だから松山さんも言ってますけども、僕が勝ったことによって日本人が変わっていく、それだけゴルフのこの世界の壁ってのは男子は分厚かったってことなんですね、はい、いや朗報です。はい、今朝のコメンテーター、郵便学者内藤陽介さんでした。内藤さん、ありがとうございました。明日火曜日のおはようテラちゃん5時台はニュージーランド在住のライターでジャーナリスト、クローディア・マリさん。6時台は経済学者で上武大学教授、田中秀富さん。そして7時台後半からは作家評論家翻訳家の山形博夫さんをお迎えして、朝5時からお届けしてまいります。この後は国丸ジャパン極みお送りします。おはようテラちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。